お次まいりましょうこちらです内田さん宛の質問です、今日を演じる上でえー、トールを好きだと自覚する前と後で変化したところ、ありますかこれ、逆にお聞きしたいですが、皆さん、変化ありましたか <laughs> <laughs> あったなら変化してたんじゃないでしょうか。<laughs> ここで急にキュッて変わったんじゃなくてなだらかに変わっていった感はルバってあるよね、イベントう積み重なっていって、うんこのい、例えばイベントがこうあってバンバンバンっていう、うん、そういう感じよりも、うん、まあ感情って実際そうだと思うんですけど、まあ、きっかけはあれど、ちょっとずつ積み重なっていくものじゃないですか、うん、だから好きだっていう気持ちが生まれ始めて、で徐々にその相手が気になり始めて。 っっっってなってててなきたら多分言葉って勝手に変わっていくと思うんですよ、うん、それって多分あの、好きだからこうしようとか、まあ、思う人もいるかもしれないけど今日はそういうタイプじゃないのかなって、まあ、僕的には感じるし自然と通るといる中で通るといる時にリラックスしたりとかそういうい好きなんじゃないかってこう聞いてる人が思うんであれば好きだったんじゃないですかね、その瞬間から。 ちょっと思いますけど,るど見る人によっては変わってきますけれども、まあ、でもそれが本当の、ねえー、人間関係なのかもしれませんね。えー、さあということで、お次まいりましょう、えー、お次はですね、はい、こちらですすさあ出ますかね、はい、梅原さんへの質問ですかね。はい、はい え画面には出てない、私が口頭で、呉、はいえー、ノを演じるにあたりまして、はい、気をつけたこと、意識したことは何ですかという、うん、気をつけたこと、意識したこと、まあ、難しいキャラですから、ね、そうですね、えー、まあ、捉えどころのなさといいますか、はい、それこそ本当に最初は謎の人という感じで出てくる呉ノですので。うん 何かこうどこか、憂いはあるんですけれどもそれをこう悟らせないようにとかいろいろ考えてはいるけれどもそれが表にはあまり出なかったりとか人と会話していてもどこか上の空じゃないですけど相手にこう言葉を当てるというよりかは手前でストンと落としてくださいということをよく音響監督にもディレクションいただいたのでそういうところを意識はしましたね。不思議な 空気感っていうものが出せたらいいなと思いながら演じましたアフレコの時は何かそのカンパニーの皆様からなんかあ印象深いセリフいただいたなとか何かこう声かけてもらったなとかっていいういううううそそ思い出てありますかそうですかでね実はあの初回のアフレコが始まる前に他の現場で種崎さんにお会いしましてははその時に急に、クレノは梅原さんですか 目を見てすっと言われて、はい、あそうです、みい、はい、よろしくお願いしますな、<laughs> <laughs> なんでしょうねちょ、確認作業があったんですうそこで、ね。<laughs> <laughs> そこであったので、当日、あの、本当に初回登場は、あの、種崎さんのキャラクターとの掛け合いが多かったので、そこはすごい、あの、セリフ上で助けていただいた部分っていうのは多々あります。なるほど。現場に入る前にあえて、ね、そこで、ちょっとコミュニケーション取れたのが良かったってことですね。急にジャブを打たれました。若干プレッシャーだったかもしれないってことですね。ちょっと緊張しましたね。何なんだろうと思いますよね、確かに。まっすぐ。さあ、ということで。